こんにちは。ステージ衣装専門店ゆうゆうモデルです。お声聞こえていますか？映像見えてますか？心の準備よろしいでしょうか？今日も素敵なゲストを迎えして皆様と一緒に楽しい時間を過ごしていきたいと思っております。ゲストの方も直接コメントが読めますので、皆様からの応援コメントお待ちしております。それでは早速今日のゲストの方をご紹介いたします。本日のゲストは新庄瑠璃子さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、新庄瑠璃子です。秋田県出身、今は横浜で、活動しております。今日は本当に初めてのことで緊張してますが、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あのライブ配信ということで、はい、コメントがこう質問の中に、あ、質問の中にコメントが、はい、ん？逆だな。コメントの中に質問があった場合、はい、お答えしていただけますか？はい。わ、はい、かりました。大丈夫です。ありがとうございます。はい。もう私が一番緊張しております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのですね、新庄瑠璃子さん、はい、たくさんコメント来ております。はい、ご紹介させてください。はい。瑠璃子さん、頑張ってくださいね。また一緒に、またご一緒しましょうと来たら、エミさんからですね。ありがとうございます。宮崎の。そうですよね。かわいい歌姫です。ねえ、届いてますね。はい、で、皆様続々と集まってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。新庄瑠璃子さんといえば、はい、もうついこの間開催されました。はい、第3回ゆうゆうライブコンサート in 練馬文化センターお昼の部にご出演いただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。あの、コンサート会場からの生ライブ配信ということですが、はい、いかがでしたか？はい、まあ、久しぶりだったんですが、はい。カメラは見えるんですね。はい。で、お客様のこうライトも見えて、うん、あ、どこ見たらいいんだろうとか、本当に久しぶりに、はい、緊張いつもするんですけど、はい、さらに緊張でした。でもいい緊張感でしたね。ねえ、はい、あの、私も舞台袖で皆様のステージを拝見しながら、はいはい、ライブ配信の方も見ながら行っておりましたが、はい、あの、緊張感がやっぱ伝染するんですよね、あれ不思議なことに。舞台袖で皆さんすごかったですよ、緊張感が。そうですね。ね、もう手のひらに人書きました。あ、そうなんですか。私ね、お待ちのいつもやるんですけど、さらにいっぱい書きました。でもね、素敵なステージを本当に皆様にお届けしていただきありがとうございました。はい、それこそありがとうございました。今日はあの、出演後ということで、はい、いろいろと新庄瑠璃子さんからお話をお伺いしていきたいなと思っております。あの、普通のコンサートとは、やっぱり違いましたか？はい、そうですね。やっぱりあの、カメラがあるっていうのは、なんでしょう、うん。こう、見られてる感がまた違って、はい、うん、なんでしょう、収録してるような、なんでしょう、テレビ局にいるような、そんな感じでしたね。そうですよね、はい。でもカメラがちゃんとこう、はい、分かったって認識されてる歌手の方もいらっしゃいますけど、はい、やっぱり分からなかったわって方もいたり、で、今回舞台さんが、はい、あの、気合入ってたのか、はい、すっごいスモークを焚いてくださったんですね。はい、で、どうでした？ステージから見た感じは。さっき少しお話しましたよ。確かに天国にいるような気分。で、光がそこにこう、ちょっとこう、ぼやーっとこう光があって、なんとも言えない雰囲気でした。うん、あれいいですね。味わうと言います。多分本当に贅沢にたくさん書いて、もく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 っていうのをね、はい、皆様の配信で皆さ、うん、あの、見ていただくとわかると思うんですけど、はい、本当にスモーク焚いて綺麗だなっていうのは私は思いましたね。うん、そうですね。映像で見たらすごく、また違う綺麗さが。うん、そうですね、はい。でもステージ上からのその黙々感は私は知らなかったので、はい、皆様から天国のようでしたっていうのを聞いたときに、どういう状態だろうと、ちょっと焦りましたが。気持ちよくその歌われました。ありがとうございます、はい。そしてコメントが来ております。はい、江面さんからです。こんにちは。新庄さん頑張ってください。これからコロナワクチン接種なのでアーカイブで拝見します。はい。気をつけて行ってきてください。はい。そしてチャタさんからですね。はい、こんにちは。暑い中頑張ってください。ありがとうございます。はい。そして、あ、桂隆二さんからです。お疲れ様です。私は今病院に来てるので、最後まで見れないんですが、頑張ってくださいね、と。ありがとうございます。もう皆さんあれですね、病院系ですね。そうですね。はい、今、そうですね。大体そんな話が、はい。気をつけて。そうですね、お気をつけて。はい。そんな中でも見ていただけて、
はい、ありがたい。では続いてですね、はい、ファンの方からはどんな感想がありましたか？そうですね、今回会場に来てくださった方と、はい、やはり来れなかった方はテレビでということで、うん、パソコンだったりタブレットだったりなるべくでも少しでも大きな画面で見たいということで、はい、もうみんなわーっていう感じで見てたって言ってます。で逆にテレビなので、はい、大きな声で応援ができるとか、あー、うん、そうですね、はい、画面越しなので、そうですね、掛け声もいいですしね、できるとか、あとはやっぱりもっと見たいっていう、なんかこうもっと歌を聴きたいなーっていう気持ちになるって言ってましたね、うん、でまた会場の方はすごくステージが素晴らしいので、うん、見ててすごく良かったよっていう方たちが多かったです。あと音響が良かったって言ってました。 あ本当ですか。歌が大好きな方が、よかったすごい良い音響だねって言ってました。第1回目の時に、はい、音響さん同じ方ずっとうちお願いしてるんですけど、やっぱり会場での音の組み方と、はい、うん、いろんな管を通してこう、はい、皆様の Wi-Fi 環境とかにもよっても違うと思うんですけど、うん、皆様のお手元に届けた時の音の作り方って全然違うんですね、はい、情報満足さ、こうなんていうんですか、はい、場所というか組み方とかもいろいろと今研究して、はいはい、やっと今回だいぶクオリティ上がったんじゃないかなっていうのはスタッフ側とこの間ね、はい、話をしておりました、はいはい、そういう方もいらっしゃいました。歌がすごく好きな方なので、音うるさいんですけど、音響いいなって言ってました。わー、よかったです。そしてですね、大輝と真由美さんからです。はい、新庄さん、いつかはありがとうございました。ありがとうございました。笑顔が素敵ですよ。ピースと来てます。ありがとうございます。はい、ね、皆様ありがとうございます。そして、はい、こういった形の会場に行けない方でも、はいはい、お家でコンサートをご覧になれるという新しいコンサートスタイルは、はいはい、実際にされてみていかがでしたか？一番最初の時はちょっと説明がしづらかったんですね、はい、実は。でも最初的にはすごく簡単だよっていうことをいただけたので、うん、今度はこう教えやすいというか進めやすいかなっていうのと、うん、やはり来たいけど見れないっていう方にはとってもありがたいなって思いました。はい、ありがとうございます、はい、嬉しいお言葉です、うん、それでは、質問コーナーに参ります、はい、じゃじゃん。はい、6月5日のゆうゆうライブコンサートにご出演される際、はいはい、気をつけたことはありますか？そうですね、はい、前回のショーを、実は会場で見てたんです。あ、で、あ、そうですよね、はい、11月26日そう、あ、年入ってからですね。あ、本当ですか？はい、桂さんと水木優さんの時を、あれですかね、はい、ミニの方ですね、はい、見た時に、はい、あ、こういうステージなんだなとか、こう上から来るんだななんて思いながら、うん、ちょっと衣装をいつもと違う感じのパターンにしてみました、うん、はい、いつもガラガラの結構柄が強いものを着るんですけど、はい、ワンポイントでドンっていう、こうステージから出てきたらポンと柄があって、うん、一つの大きな柄があっていうような感じのイメージをして、はい、衣装を選びました。でもね、バックによってこういろいろと考えられてるっていうのはさすがですね。やっぱり衣装を楽しみにしてる方もいらっしゃるので、うん、はい、いろいろこう少しでも盛り上がればという気持ちもありますし、はい、ちょっと衣装を考えて、はい、ありがとうございます。いや、とんでもないです。あとは何かこう、はい、パフォーマンスとかカメラ目線だったりとか、何かこう気をつけたことというか、こういうのを意識されたとかありますか？そうですね、ステージに立って初めてカメラの場所がこう見えるので、まあ、少しこうカメラ意識してみたり、あとはまあ全体、お客様を全体見てみたりとか、まあ、そんな感じですかね。あまり意識せず、なんかもう楽しくこう見出す的にはなってしまいましたけど、少しこうカメラを、場所をチェックするような、そんな感じはありました。はい、ありがとうございます。はい、今回皆様ね、11月26日は3カメでカメラマンが2人だったんですけども、はいはい、1台、そして1人スタッフが増えまして、4カメの3台カメラマンがいるというね、はいはい、またちょっと新しいクオリティ高めでやってみましたので、映像をね、購入見ていただけると嬉しいです。はい、さっきちらっと見ましたけど、すごく良かったですね。そうですよね、先ほど、すごいいいと思います。ね、ゆうゆうモデルで、はい、こういう感じでしたよっていうのをお見せしたんですけども、はいはい、すごく思ってた感じとちょっと違います。あ、全然違ってました。あ、全然違います。 PV というか、はい、なんでしょう、普通に見るDVD ってか、他の、ね、歌手の、そんな感じですごく映像が良かったです。はい。ありがとうございます。はい、
そしてコメントが来ております。はい、アイリンさんからです。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。と。そしてですね、野沢玲子さんからです。はい、初めて、はじめまして。優しいお声、笑顔が素敵です。皆様もドキドキされるのですね。よろしくお願いいたします。と来てます。そして、誠さんからです。はい、のりこさん。のりこさん。るりこさんですね。はい。頑張ってくださいね。と来ております。ありがとうございます。いつもコメントありがとうございます。誠さん、ありがとうございます。はい。それでは、はい、続いての質問に参ります、はい。じゃじゃん。もう今ちょっと聞いちゃったんですけども、はい、映像をご覧になられましたかと質問で、はい、あとは音響とかはどうでしたか、実際にステージに立たれた方しかね、やっぱりわからないのと、うん、いつものコンサートとやっぱちょっとどういう感じで違ったかっていうのがありましたら。そうですね。自分で、まあ、ぶっつけ本番なので、はい、歌った時と、開始から聞こえるステージでの歌と、うん、その後ホールで、ありがとうございます。初めて出るよね、悠々モデルに。って言ってました。本当ですか、ね、あの、嵐とかいっぱい聴いてる方が、うまいって言ってたので。どうしよう、これはどうしたらいいでしょう。紅白いけるかもしれない。いやいやいや。ちょっと頑張ります。なのでね、そういったのも私はちょっと、ちゃんと皆様にお声をね、届けたいなと思って、はいはい、今伝えられたのでよかったです。はい、ありがとうございます。それまた歌に変えて、頑張ります。はい。では続いての質問コーナーいきます、はい、じゃじゃん、はい、先ほどお伺いしましたが、はい、近日中にイベントがあるとお伺いしました。そうですね、よかったら詳しく教えてください。ありがとうございます。今週土曜日12日に、はい、中野にあります名曲堂さん、うん、そちらでキャンペーンがあります。お、ね、やっとキャンペーンがスタートします。はい、これはあの、はい、どういった形で何かをしたら参加ができるんですか？CD を購入された方が参加という形になってますので、うん、じゃあもう CD はリンゴっ子ですよね。はい、そうです、はい、はい、ぜひぜひいらしてください。たっぷり歌います。はい、ぜひ皆様、はい、リンゴっ子の CD、はい、新庄るり子さん歌がうまいとボソッとうちのライブ配信スタッフが言ってました。新庄るり子さんの歌を聴いてみてください。よろしくお願いします。はい、それでは今後のご予定や PR などありましたらお願いします。はい、まずは、ここからダラダラと続くんですが、うん、12日、中野名曲堂さんでキャンペーン、その後は横浜などでもイベントがございまして、はい、ちょっとあの、もう、出るものとかもあったりするんですが、はい、ですね、あの、7月の25日に、はい、横浜の中山というところで、でも出られてる小林実さん。みのるさん。はい。はい、お店での、大先輩の入山明子さんと一緒に、イベントをさせていただくことになってます。はい。はい、わがままさんですね。はい。わがままさんです。はい。はい、ぜひ皆様そちらの方もチェックください。はい、そしてコメント来ております。はい。さつきさんからです。こんにちは。ご苦労様です。と。ありがとうございます。そして、池田ありささんからですね。昨日もありがとうございます。ちょっとお客様で遅くなりました。新庄るり子さん見てますよ。嬉しいと。ありがとうございます。お会いしてないんですけど、うん、いつもね、温かい言葉をいただいてありがとうございます。フェイスブックのね、お写真見ると、あ、池田ありささん、超美人と思いながら私、ね、ですよね、いいねしちゃってます。そしてね、はじめまして、秋田美人頑張ってくださいと来ております。ありがとうございます。そして、山本ひろしさんです。はい、行けずに残念、頑張ってと。ああ、ひろしさん、ありがとうございます。もうひろしさん長いんです。ねえ、いつもありがとうございます。ね、お優しい方で、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。それでは、本日ご紹介していただける曲はどちらになりますか？はい、今、頑張ってます。リンゴっ子という曲です。はい。それでは、お聴きください。どうぞ。まだ浅いツンツンつがる霞に浮かぶ追い秋山よ。オーラが国お城と桜自慢花を届けと歌う。Oh, can I?
ただいまお聴きいただいた曲は新城瑠璃子さんでリンゴっ子でした。ありがとうございました。はい、あの6月5日初めて私もリンゴっ子を歌ってる姿を拝見いたしましたが、もう可愛くこう振り付けもされててそうですね、年を忘れて、はい、はい、よかったらなんかこうご自身でこの歌の好きな部分とかこういったところに注目してほしいとかありましたらお願いします。はいはいはい、あのとてもリズム感もあってビートも聴いててこう楽しくなる曲、勝手に応援歌なんて思いながら歌ってます。でリンゴっ子っていうタイトルがとってもインパクトがあって、最近ではリンゴっ子ちゃんとかリンゴちゃんと呼ばれるようになりつつあったり、うん、はい、あとはあのこの歌詞にもあるおキャンなリンゴはもう自分かなときっと作詞の先生がそう思って書いてくださったんじゃないかと、なので可愛く歌ってますそうなんですね、はい、ぜひその辺にも皆さん注目していただいて、ね、ぜひぜひ可愛く歌ってくださいっていうのが、うん、はい、よろしくお願いします。それでは一旦 CM です。どうぞ。ゆうゆうライブコンサートのライブ配信チケットの購入と視聴がとっても簡単になりました。ゆうゆうモデルのコンサートはお家でも簡単に8日間何回でも楽しめます。 1. チケットのお申し込みはゆうゆうモデルまでお電話。ライブ配信チケットの専用電話 080-7250-0634 もしくはゆうゆうモデルのお店0359122260、そしてファックス0359122601までご連絡ください。 2. お申し込み内容、あなたの応援コメントが会場で紹介されるかもしれません。 1. 希望のコンサート名、 2. お名前、ニックネーム、電話番号、 3. 受け取り方法、 LINE または郵送、郵送の場合は別途送料で900円いただきます。 4. 購入する歌手名、 5. 応援コメント、応援コメントは20文字以内でお願いします。遠くにいてもあなたの応援コメントが届く新しいコンサートです。そう、ゆうゆうモデルのゆうちょ銀行へお振り込みください。4. 視聴方法、 LINE または郵送でコンサートの前日に受け取り、 LINE をご希望された方は LINE で送られてきたURL を押すだけです。そして、郵送をご希望された方は、郵送されてきたライブ配信チケットの QR コードを読み取るだけでご視聴いただけます。ぜひ、お手持ちのスマートフォンやタブレットをテレビにつないで、大画面でお楽しみください。ゆうゆうライブコンサートのライブ配信チケット購入方法がご不明な方は、ゆうゆうモデルまでお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。ライブ配信で皆様とお会いできるのを楽しみにしております。いたしました。本日は、先日のゆうゆうライブコンサート昼の部にご出演いただいた新城瑠璃子さんと楽しい時間を皆様にお届けしております。はい、ちょっとなんかアイリンさんから声が切れたり、私の電話が悪いのかなと、もう聞こえませんと来ておりますが、皆さんいかがですかね。大丈夫そうですか。ちょっと今日ゆうゆうモデルのインターネットの回線がちょっと不機嫌だったようで私のプライベートな Wi-Fi をサクッと持ってきて流してるんですけどももしちょっと聞こえ
にくいなとか、あの画像がね、うん、きちんと見れないなって方いましたら、あのアーカイブきちんといつも通り YouTube の方に載せ直しますので、ぜひそちらの方を皆さんご覧いただけたらなと思います。ということで、あの続けちゃいます。あのそれでは新庄瑠璃子さん、はいはい、ライブ配信というものを初めて UU モデルで、はい、お店で経験されて、はい、そしてコンサート会場からのライブもご経験されて、はい、改めていかがでしたか？はい、そうですね、初めてだらけで、まあ、緊張です。本当に緊張。でもいい緊張感で、はい、逆にあの気も引き締まっていいかなと、こういう経験も大事だなと、そして、まあ、これからのためにも大事な経験だなと思いました。はい、はい、もう私的にはもう胃が痛くなりそうな生放送ではあるんですけども、歌手の皆様がね、本当にこれやってよかった、うん、こういうのレンジしてみてよかった、で見る方も、はい、ファンの方もチャレンジしてみてよかったってお声が私の今の本当に原動力となっておりますの です。もう皆さん温かいコメントたくさんお待ちしてます。はい、なかなかこのライブ配信、インターネットの生放送というのは演歌界では浸透するに時間がかかるかと思いますが、うん、UU モデルはスタッフ全員で皆様をサポートさせていただきますので、ご興味のある方お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。あ、池田ありささんからですね、はい、コメント来ております。はい、いつもるりこさんありがとうございます。幸せハートと。ありがとうございます。ねえ、本当にいつも。いつも、うん、あの温かい言葉をいただいて、練馬文化センターお昼の部、こちら先日の6月5日に開催されたコンサートにご出演していただいた、はい、新庄瑠璃子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回のゆうゆうライブは6月12日土曜日15時からです。こちらはゲストはいません。そして、UU モデルの社長、堀田秀夫さんにコンサートのお礼や、今後のコンサートについていろいろとお話の方させていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、今度の12日、